プロバスケットボール男子の B リーグ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、名古屋 D の坂本生命、25と U15 の吉田英二監督、27が28日、名古屋市東区の東桜町の5年生約50人に向けて特別授業を行った。それぞれ仲間とのコミュニケーションの大切さや、挫折を乗り越えた経験を伝えた。児童からの質問コーナーナでは 1>, 1ヶ月の給料はいくらですかとの直球質問に坂本はいくらだと思う。と投げかけつつ、夢があるなって感じですと笑顔で返した。30日に理想な B1 リーグが再開する。坂本は去年ほど勝つことができずチームは未完成だが、バイウィーク、中断期間でいい状態になってきている。地区優勝、日本一を目指してやっていきたいと意気込んだ。